杉並区立井草中学校は、日本の東京都杉並区上井草三丁目にある区立、中学校。1948年4月、桃井第一小学校内に、伊よ第二中学校として開校。翌1949年4月、杉並区立井草中学校と、公明決定し、6月には新校舎8教室分が、落成し、開校記念日が制定された。 隣接する、伊予ぎ中学校でも言えることだが、終戦直後の既存の小学校や私立学校などに、教室を借りる形で開校し、校舎が後から建設されることがよくあった。1953年12月には、校舎が、制定。1954年3月には、校歌発表会とに教室分の増築が行われ、1950年9月文部省。 産業教育指定校に決定され、1958年には6教室分の増築を行った。さらに1960年3月には体育館が落成され1962年3月、鉄筋校舎8教室が改築された。2009年頃から休校舎の全面改築が行われ、2011年に体育館と新校舎 AB 棟が 2012年に進行者 C 棟が2013年3月に校庭が完成し6月には校舎落成祝賀会が行われた。通学区域は、イグサの一部、上イグサ、全福寺の一部が中心となっている。しかし、進行者が完成後に八世や西尾木久保周辺からも生徒が集まっているため、生徒数の増加が見られる2013年3月の進行者春行により、 杉並区内での所属生徒数が500名を超える状況になった。この要因として、校舎の立地条件が挙げられ、練馬区からの越境入学者も含まれ、さらに新校舎の人気も相まって近いうちに、学区内在住のみ、通学可能という方針を検討することとなっている。ありがとうございます。